皆さんおはようございます。先週はちょっとお休みをいただきまして、大変申し訳ございませんでした。上海で前々回の授業の後に、直接上海に行きまして、上海で、学会会議に、2つあったもんですから、2つ出まして、その上海の会議の後にみんなで遠足があって、その遠足でソシルに行ってまいりました。私はフォン・モンロンという風貌流という人を研究してますけど、その風貌流はソシルの人なもんですから、いつでもソシルへ行ければ嬉しいという、そういうわけでありました。本当に暑かったり寒かったりですね。私もそういえばちょうど前回台北から上海行く前ぐらいは結構寒かったように思うんですけど、今回帰ってきたら半袖ぐらいじゃないといけないという、そんな気温になってまして、びっくりしたんですけど、風邪をひかれた皆さんもおられるということですけど、体に気をつけて。やっぱり暑かったり寒かったりするとね、調子狂っちゃいますからね、気をつけてやってください。それでは授業の方なんですけれど、前回は、そのいわゆる風貌流のその三元の、日本における、影響というか、そういうことをちょっと一つその白蛇伝ですね、白蛇伝の話を例にしてご紹介をいたしました。で、今日は水滸伝、この水滸伝は言うまでもない、もう皆さんどういうお話かっていうのはご存知だと思いますけれど、今ある、水滸伝の版本、というのは大体、明代の、後期に、出来上がっているものですね。で、これも前回、その三元の話をしましたときに、こういういわゆる白話小説というのはもともと盛り場の講談であったと、講釈師が、話をしてたんだということを申しました。で、これは水滸伝も、もともとはそういう講釈の場所で語られていた話なんですね。それでこれも大体宋代ぐらいの、宋から元ぐらいにかけての資料の中に、この水滸伝の話が、とバラバラにですね話されていた。例えば花押賞露地神というのを言いますけど、ホアフーシャンですね、花押賞露地神なんていうのの話は、例えば花押賞というような話の題目が残っているわけです。で、ただこの今の水滸伝というのは、実際例えば100回とか120回というものすごい長編小説ですね。ですから、もともとこうバラバラの話、もちろんある程度の、枠みたいなものはあったと思うんですけど、もともと一人一人のお話としてバラバラに伝わっていたものが、ある段階でこう一冊の書物としてこうまとめられるという、そういうことになるわけですね。で、これはどっかの誰かがそれをまとめたんだと思いますけど、そのまとめられたのはおそらく明代の終わり頃ということだろうと思います。だから、その個々のお話自体は、もっと前からあった。で、もちろん元の時代の、戯曲やなんかの中にも、この水滸伝の物語っていうのはあるわけですね。で、それをどっかの誰かがこうまとめているというものです。で、明代後期の、いわゆる長編小説こういうの紹介小説と言いますね。
そういうものの一つであります。それで水滸伝のあらすじというのは あんまりあらすじを話しても、面白くないというところはあるんですけれども、実際は一人一人の話が面白いわけだよね。例えば、武将ウーソン、のね虎退治とかね、カオショウロチンの話とかね、林冲ですね、林冲の話とか、そういう個々の話が面白いわけですけれども、話全体簡単にこう申しますと、要するに梁山泊という場所があって、その梁山泊に、いわば集結をする、豪傑というか、中国語ではハオハンでしょうね、高官の物語と、一番簡単に、説明をするとすると、大体そんなようなことになるのかなと、思うわけです。で、この後の日本への影響というようなことを、お話ししなきゃいけないわけですけれど、その時に、やっぱり一つ、ポイントになるのは、この水滸伝という物語の、全体のこう構成というかね、全体の枠組みみたいなものが一つあるわけです。でこれはまず、第1回、これは紹介小説ですからね、第1巻じゃなくて第1回というような言い方を、してきますけど、その第1回っていうのは、これはこれは宋の時代の話ですね。北宋の終わり頃の、話ということになってるわけですけど、高太尉という、人物が、出てきて、でその龍虎山というところへ、江西省治安市ですね、その龍虎山というところへ、いわばその当時、非常に疫病が流行ったということで、その疫病を退散するための、今日ちょっと読んでみるとこれ出てきますけどね、疫病を退散するところのための、ご祈祷に、行くわけですね。でその時に、この福間伝というのがあるって、これを、この皇太が、開けてしまうわけですね。これはもともと開けちゃいけないという、そういう封をしてあったわけですけど、この皇太が構わないと言ってこう開けてしまう。でそうすると、その108のその転校生自殺生ですね、これが合わせて108あるわけですけれど、その転校生自殺生がこうパーッと飛び散って、いくというところから始まるわけですね。で、これはですから、その転校生自殺生、この108の、この時、福間伝から出た、星というのが、この水滸伝の、一人一人の、交換であるということなんですね。でそれが、ずっと第2回以降、ずっと、その一人一人の、物語に、なってるということなんですね。例えば、最初に出てくるのは、これ紫神、公文竜紫神ですわね。でそれから、これは今度は公文竜紫神の話が出てくるかと思うと、今度は、その露達って、その顔匠の露地神の話になると、顔匠ですね、それからまた林中の話になりと、こうずんずん一人ずつの話が、出てくる、武将の話もここへ出てくるしということで、ずっと、個々の交換の物語にこうなっていくわけですね。で、そして全体の、第71回というところ、物語の第71回というところで、
この今まで、バラバラにこう出てきてたこの水滸伝の合結交換が、この梁山泊にまあ集まると、まあ、集結するという、まあ、そういうことになるわけですね。で、今まではだからこの第1回っていうか第2回から、70回までのところはまあ、言ってみれば、この水滸伝の中の一人一人の、合結の物語が、まあ、中心であったわけですけど、第71回から先は、まあ、言ってみればこの梁山泊軍団とでもいうこの全体のこう軍団になって、その彼らの、まあ、行動というのが、まあ、主として描かれるということになります。で、まず最初は、これはまあこの、天に代わって道を行うんだというスローガンが、出てきますけれども、まあ、この宋、の、最後の奇宗皇帝の時代ですね。でこの奇宗皇帝が、まあ言ってみればこうあまりよろしくない、悪い大臣を起用して使っていて、でその悪い大臣たちをこうまあ何て言うんでしょうね、征伐するんだということで、この梁山泊の軍団がまあ兵を起こすわけですね。でこの段階ではまあいくらその天に代わって道を行うんだと言っても、まあ言ってみれば、時のまあ政府、に対してまあ弓を引くということになって、まあ、一種の反乱軍、反乱を起こすわけですね。それで、その宋の軍隊とこう戦うということになります。で、やがて今度はこう昭安というのを受ける。でこの昭安というのは、まあ、結局今まで、反乱軍としてこの宋の王朝と、まあ、宋朝の軍隊とこう戦争してたわけですけど、そのいわば反乱軍を、まあ言ってみればこう官軍にするというね、その官軍の称号を与えて、まあ、宋の軍隊として、まあ何ていうか登録するというか、それを認めるということになるわけですね。でまあ、もちろんその昭安を受けるかどうかということで、この梁山泊の中でいろいろ意見が分かれたりはするんですけれど、まあ、最終的に、これは宋江ですね、孫治安が、まあ、この梁山泊の軍団のトップなわけですけど、その孫治安は、この昭安を受け入れるということで、まあ、いわば官軍になるわけです。で、官軍になった後、今度は、この清涼とかですね、今度は、まあ、総長の軍隊として、その周りの、まあ、言ってみれば異民族の敵といいますかね、まあ、それとこう戦う、清涼とか清放浪とかですね、清放浪というような中身が出てまいります。で、ここから先実は水滸伝のこの当時出たテキスト、まあ、やっぱり水滸伝というのはこれ出て、非常に流行ったんでしょうね、これね、明代にね。でいっぱいいろんな種類の版本が、出ています。で、長いのがあったり短いのがあったりいろいろするんですけれども、まあ、最後第100回というところで、つまりこれなんかね、面白いですね。水滸伝っていうのはなんかこの途中第2回から70回ぐらいまでの時に、例えばその紫神を見ても、露地神を見ても、武将を見ても林中を見ても、一人一人でこうなんか人と喧嘩したり戦ったりしてる時は、ものすごい強いわけですよね。でところがこう軍団になってしまうと、まあ、もちろんそういう、遠くの敵をやっつけたりというので、まあ、強いことは強いわけなんですけど、結局その最後に、これはなんか一人一人こう亡くなっていってですね、最後に宋江も亡くなって、
まあ、いわばその梁山泊軍団というのがこう崩壊して、まあ、終わるという、まあ、だから、まあ、これ宗公が亡くなるわけですけど、水滸伝というのはだからこう一種の悲劇なんだね。決してそのなんかめでたしめでたしで終わる物語ではないということなんですよね。で、まあ、そういうふうに、まあ、なっています。で、でただ、これはまあ大体一番、まあ、最初というかこう出た、この百回本というやつではこんな感じになってるわけですけど、これの後に、この清涼清放浪プラス、清伝庫伝庫 OK という、まあ、これもやっぱりそういう、反乱軍を、征伐するという物語がついて、第120回で、宗公が亡くなると、まあ、つまり100回本120回本というのがあるわけですけど、その違いはね、この伝庫 OK の物語がついてるかどうかという、まあ、そういう違いなんですね。でいずれにしても、まあ、最後は宗公が亡くなって、終わるという、まあ、そういう、形に、まあ、なっています。ですから、まあ実際内容としてはその前半部分、つまり71回までの、まあ、全員が梁山泊に集まる前のところがね、まあ、実際の話は面白いというか、有名な場面というのは大概その前の方にあるよね。武将の虎退治もそうだしね、だいたいそうだと思うんですけど、全体としては、まず第1回で、その転校生知殺生がこう世の中に散っていって、そしてそれが71回で一箇所に全員集まって、そしてまあとは全員で戦うという、まあそういうような構造にこうなってるわけですね。で、まあ後でこれから後で申しますけれど、まあ日本でこうなんとか水滸伝みたいなやつがいっぱい出るんですけれども、全然物語はね、中国の話とは全然関係なくて、ちょうど三元の白蛇伝が、日本を舞台に日本人の名前でやってたようにですね、なんとか水滸伝という題になっていても実は日本の物語だったりするわけです。でただ大概の、まあそうじゃないのもありますけれど、かなりのものが、何らかの形でやっぱりその最初に、何らかの機会があってこうみんながバラバラになって、それが最後でどっかで一緒になるという、なんかそういうとにかく枠組みというんでしょうかね、話の構造、それだけは割と、日本でなんとか水滸伝というやつも使っているということだろうと思うんですね。ですから日本人が水滸伝から、まあ、何を学んだかって、これはいろいろなものが出てきて、まあ、後で絵とかなんかも今日はご覧に入れますけれど、いろいろあるとは思うんですけどね、一つはこのなんていうか物語の、書き方というか作り方というかね、最初バラバラになったものがこう集まってくるという、まあ、そういう、形みたいなものをまずは、学んだんであろうというふうに思うわけです。で、実は、その明末の時代にこういう水滸伝の話はものすごく流行るわけですね。でこれはなんかやっぱり明末の時代にですね、一番こうものすごく流行った、文学作品っていうのはこう何だろうとこう考えると、いやつまりそれだけたくさんの版本がこう出てる作品っていうのは一体何だろうとこう考えますと、まあいろいろあるんですけど、やっぱり水滸伝とそれから青鬆記戯曲ですね、この戯曲の青鬆記、この2つはもうとにかく今、
例えば水滸伝の版本研究といったら、もうこの時代に出た水滸伝のテキストって本当山ほどあって、どういうふうにこう一体伝わったり分かれているのかっていうのが、まあ、一つの研究テーマになってますけれど、まあ、それぐらいたくさんあるわけですね。でそれから同じように、清掃記もやっぱりこの明末ぐらいにものすごくたくさんの本が出てるっていうことです。でこれはただ一般的に言うと今ではね、水滸伝なんていうのも何でしょうね、中国古典文学全集とか、世界文学全集みたいにこう名作だって傑作だってことになってますけれど、ある人に言わせれば大体この水滸伝清掃記っていうのはあまりろくでもない本だっていうことになるわけですね。というのはこれはまあ要するに当時の言葉で解印解凍っていう言葉がありますね。まさにこの清掃記はこれは清掃記の話はまあご存知だと思いますけど、その西王王というまあ最小のお嬢さんですね、いいところのお嬢さんが、どっかの書生さんとこう仲良くなっちゃうという話で、これはですから陰を教えるものであるということだよね。でそれから唐っていうわけですけど、この唐っていう言葉はまあちょっとした泥棒とかね、そういうような意味ではなくて、昔のこれ掃除かなんかに出てるあれで言いますと、その節国の大唐っていう言葉がありますね。で要するに、この梁山泊の軍団は、最後は昭和を受けてしまうわけですけど、結局はその宋王朝に対して反旗を翻して、であわよくばその宋王朝を倒して、ね、国を盗む唐であるというわけですから、これはもうなんかやっぱりその中国の歴代の王朝を考えても、やっぱりその王朝を倒そうなんていうのは一番けしからんやつだという話になるわけですからね。でこれは水滸伝はある意味ではそういう、大唐、国を盗む、王朝を倒して国を盗むということを教えてるんだという、まあ、そういう、よくないものだということにまあなってるわけですね。でところが、この明末の時代にそういう解印解凍のこの水滸伝と清掃記がものすごく流行ったと。で有名なのは李卓吾なんていう人が同心説という同心説という文章の中で、これは古今の、その文学作品の中で、優れたものというのをこういくつか挙げているわけですけど、その中で、この水滸伝と清掃記っていうのを、まあ、要するに古今の詩文だと、最高の文章だということで、まあ、褒めてるということなんですね。まあ、李卓吾自身がもともとその異端といいますか、まあ、反儒教の徒だと言われるぐらいの人で、まあ、その人が言ってることなんですけれどもね、やっぱりその当時、まあ、水滸伝清掃記というものが、まあ、いかに流行ったかという、まあ、そういうことの一つの例に、まあ、なるんだろうと思います。で、とにかくいろんな種類のテキストが出るわけですけど、まあ、その中でですね、やっぱり水滸伝に関して言うと、いわゆる陽陽道本という、これは万暦、40年明末のですね、万暦40年頃、万暦40っていうのは1612ぐらいですね。その万暦40年ぐらいに出たテキストがあって、でこれは実はこれも李卓吾
李拓吾先生、批評、忠義水滸伝、という署名を持つ、まあ、これはあの昔我々、まあ、水滸伝水滸伝とかね、清掃機清掃機とか言ってますけど、その版本によって、実際正確な名前はいろいろ違ってるんだね。こうなんとか批評とか、あるいはその挿絵がついてるとかなんとかっていろんな署名があります。でその中で、李拓吾先生批評忠義水滸伝っていう、まあ、これが、ヨーヨー堂本100回ですね。これはね100回本、まあ、これがまあある意味では、一番標準的なといいますか、なテキスト、版本であるというふうにまあ言われています。で、これは面白いというかあれなのは、ここに忠義水滸伝という題をつけたんですね。でさっき言いましたようにその、もともと梁山泊の軍団は、その王朝にこうなんていうか、反旗を翻してるわけですから、反乱を起こしてるわけですから、忠義じゃないだろうとこう思うんだけれども、これは実は決してその皇帝に対して弓を引いたわけではなくて、その皇帝の周りにいる、悪いやつらを、悪い大臣をやっつけると。だからこれはまさに忠義なんだというね、まあ、そういう一種の解釈になるわけですが、まあ、こういうテキストが、まあ、出ます。それ、まあ、だから実際これは水滸伝の研究の中でも議論があったところで、120回本っていうのと100回本とあるわけですけど、どっちが先にできたんだっていう話があったわけですね。でこれはだから120回本が先にできて、で、その伝行 OK の部分を、まあ、削ったのが100回本だっていう考え方もあるんですけど、まあ、どうやら、100回本の方が先で、それにまあ、なんていうのかね、つまりこれはなんでそんなに水滸伝の版本がたくさん出たかっていうと、これは大体この当時の、まあ、水滸伝は要するに本屋さんが出すわけだよね。書店がね売り物としてこう出すわけでしょ。でそうすると、売れなきゃいけないですよね、こう一つの問題としてね。でそうすると、100回本っていうのが出て、これがものすごく売れたと。でそうするとその後の本屋さんが私のやつはその100回本にない話がついてますよという、そういうつまりなんか後からいろいろついてますという、これを売り物にしてね、でこう120回本っていうのを出した、まあ、要するにそういう可能性の方が、ずっと高いだろうという、まあ、そういうことで、まあ、100回本が先に出て120回本がこう後からだから加わったっていうね、その伝行 OK は後から、より売れるようにつけたという、まあ、そういうふうなことだろうと思います。で少し後の話、ちょっと一瞬後の話になりますけれど、日本にこういうその水滸伝たくさん入ってくるわけですよね。でこれはちょうど三元と同じようにやっぱり、おそらく中国の人もこの水滸伝はみんな読んでたんだろうと思うんですけれど、多分今のね、だから前ともお話しましたけど、その漫画と同じで、あんまり大事にこう取っておかなかったんですね。でところが日本に来るとこれはまあやっぱり中国が来た本ですから、どんな、まあ、水滸伝小説ですけどそれも大事に、取っておいて、でですから結構日本にこの水滸伝のいろんな種類のテキストがこう入ってるわけです。でいろいろあったんだけど、その水滸伝の翻訳を日本でやった時に取り上げられたのがこの100回本の、忠義水滸伝というやつなんだね。だから、日本で、水滸伝の翻訳というのは、まあ、基本的にこの忠義水滸伝という、まあ、これが翻訳されて広まったということに、まあ、なります。で
ここら辺ちょっとその中国の方と事情がこう変わっているのはね、こう中国で明末明代の終わりぐらいに、ものすごくたくさんいろんな種類の水滸伝の方が出るわけだよね。でそれが大体明の本当の終わりか清の初めぐらいに、金星丹本っていうのが、金星丹という人がね、出るわけですけど、この金星丹はさっきのちょっと消してしまいましたけど、水滸伝の物語で、第71回以後、つまりその水滸伝が梁山泊の人たちがこう軍団になってからの話っていうのはこう全然面白くないということで、水滸伝を70回で切っちゃったんですね。で要するに全員が集まったっていうところで、終わりという、そういうつまり70回本という、本当は71回なんです。というのは第1回をこの別に摂氏っていう形で、入れたので、まあ、本当は71回なんですけど、まあ、一応70回本というそこで切ってしまった。でこういうテキストが、できました。でしかもこれに非常に細かい、この金星丹の、批評の言葉をつけてですね、そういうテキストが、まあ、できたんですね。でそうしましたら、大体その清朝、この金星丹本が出た後、ずっとその清朝一代、ほぼ一代の間、この水滸伝の読むっていうと、大体みんな、中国ではなんですけど、中国では大体この70回本、つまり金星丹本を読むということになっちゃって、実はそのもともと水滸伝に100回本とか120回本とかっていうものがあったっていうことがむしろ忘れられちゃうんですね。忘れられてしまいます。ですから大体清朝から中華民国ぐらいにかけて、まあ、中国で水滸伝っていうと、もう大体この70回本、金星丹本ばっかりが流行るということなんですね。で面白いのは、その20世紀に入って、まあ、中国と日本でこういろいろ学術交流みたいなことがこう始まるようになってですね、それで日本に、実はその100回とか120回とかのその水滸伝があるっていうことが、分かるんですね。でそれを、中国で、まあ、ある意味逆輸入して、出版するわけですけれど、その時に、小文書館っていうところから出た、本がですね、こういう、これがまさしく署名で、こういうような署名で中国で出たんですね。でつまりイーパイアルシホイダシュイフ、つまり120回の水滸伝という、つまり何というか、今まではみんな水滸伝というのはもう70で終わりとしか思っていなかったのに、こう120回の水滸だ、つまりこの120回というところがこの本の、まあ、何というかこう売り物といいますかね、なんですね。でそういうふうにして出たりしたというようなことがあります。で、で一方、日本では何というか、まあ、いろいろ鎖国とかなんかそういうことも多分あるんだろうと思うんですけど、やっぱり日本の江戸時代の文学っていうのは基本的にはこう明代の文学なんですね。で清朝になって、まあ、本当の本家の中国ではこの金星丹本の時代になってるんだけど、日本では必ずしもこの金星丹本っていうのは流行しなかったということで、まあ、だから明の終わりにこういうものが日本にたくさん入ってきて、そして日本で翻訳が出たりして受け入れられるわけですけれど、まあ、逆に何ていうのかな、そこで時間が止まってしまってね、明代の終わりというところでだいたい時間が止まってしまって、あとは日本ではそれをゆっくり
こう消化するといいますか、受け入れるという、まあ、そういうあれになっているんですね。だから本当だったら、もちろん長崎を通して本は入っているし、金星田んぼも日本へは来てるはずなんですけどね。だけど必ずしもそっちの影響っていうのはなくて、明末に入ってきたものがこうずっと受け入れられていくというようなことになっているというわけです。それで、この前回からこういう中国の小説、特に白話小説が、日本で、まあ、読まれるときに、まあ、どういうふうに読まれるかっていう話をこうしていて、で、ちょっとこれは実は時代的に少し元へ戻らなきゃいけないんですけど、三言の場合、小説三言っていうものが出て、三言の原文に、そのいわゆる漢文訓読式にですね、返り点送り仮名をつけたテキストっていうのが日本へで出てましたよね。でじゃあこの水滸伝とかはどうなんだということなんですけど、これがですね実は、この三言が流行るよりも少し前になりますけれど、これはむしろ完全なと言えるかどうか分かんない、今日読んでみてまあ、ちょっと漢文訓読風なんですけれど、いわゆる、原文に、訓点をつけたというのではなくて、もう完全に日本語に書き下しちゃってるような形で、翻訳が出るわけですね。でこういうのをその当時の日本の言葉で、通俗って言ったんですね。通俗っていうね、つまり水滸伝の原文を読もうと思っても、まあ、みんな分かんないわけですよね、読めないわけです。でそれを、もう日本語に翻訳してしまって日本語の文章にしてしまっているというのをこう通俗なんとか。でこの時代の、この時代といいますか、17世紀の、終わりぐらいということなんですけど、実はこの通俗なんとかっていうのがいっぱい出るんだね。でまずやっぱり一番最初に出たのが、通俗三国志です。これは三国志演義なんですが、これが元禄5年という、元禄5年は、これは1692ですね。通俗三国志で今日は実は、水滸伝のお話をしてますけど、この時にこの当時、まあ、日本でねものすごく流行った中国小説っていうのは、まあ、いくつかあって、やっぱりその、まあ、なんていうか一番流行した2つを挙げるとすると、多分三国志と水滸伝なんだね、これはね。三国志はですからもう17世紀の頃にこういう通俗三国志という形で、もう日本で翻訳がこう出ちゃっていて、まあですからその後ずっと長いこと、読み継がれていたわけですね。で、それからこう通俗列国志という、これは春秋戦国の時代の物語のその列国史ですね。でこういうのもこれは元禄16年1703、それから、まあこれは上げてきゃきりがないんですけど、通俗公民英烈伝陰理絵地腕、これが1705という具合にですね、どんどんこういう中国の白話小説、公民英烈伝は明の王朝の最初の歴史、明王朝の開国の歴史を
語った物語ですね。ですから三国志、それから列国志、光明英烈伝、これ大体みんないわゆる歴史ものですよね。これがね、歴史小説が最初にこうやっぱり流行ったんでしょうね。でこういうブームが、この大体元禄時代、17世紀の終わりぐらいにあったということであります。で、その後を受けて、この水滸伝の翻訳が出てくるわけなんですけど、この水滸伝の翻訳をしたのが、この間からもう何度も名前を出している人ですけど、岡島寛山という人ですね。岡島寛山は1674から、1728という、だから通俗三国志とか列国志とかっていうのが出たのをこうじっくり見ている世代ということになりますよね、時代的にはね。でこの人は前にもやりましたけど長崎の人で、いわゆる統通寺、中国語のできる人で、一方で長崎の統通寺っていうのは基本的にはいわゆる通訳で、日常会話ができる人ということだったんですけれども、この人は、自分で朱子学を勉強したり、それから荻生徂徠の下で、いわゆる徂徠学ですね、古文字学ですね、でそれを勉強したり、言ってみればこう、朱子学や、古文字学を勉強したりという人で、言ってみればそういう学者的な、一面を持った人ということです。それでこの岡島寛山が、この水滸伝を翻訳するわけですね。で岡島寛山がこの間その中国語のテキストを作ったとかという、その中国語のテキストは確かこの間お回ししたと思います。二字の言葉とかね、三字の言葉とか四字の言葉とか、カラオケのね台と同じようにこうなってますよという話をやりました。それから東和三様っていう本でしたね、あれはね。東和三様、それから太平記演義っていう、日本の太平記の物語を、白話小説の形で、書いたりというような、ことも、やっていると。非常に中国語のやっぱりできた人なんでしょうね。その岡島寛山が、この忠義水滸伝を、日本語に、翻訳をしてますということです。で実は今日このあと少しずつ、この忠義水滸伝を読んでみて、でその後またその水滸伝の日本における影響っていうようなところも、ごく簡単にお話ししようと思うんですけど、これに関してはですね、実はこの高島敏夫先生、がこの水滸伝と日本人っていう本を書いておられて、大体もう非常によく調べられてですね、その水滸伝の影響を受けた、まずはその江戸時代の翻訳っていうところから始まって、それからこれはあれですね、もう本当にありとあらゆる方面について書かれているわけですけど、例えばやっぱりその水滸伝を読むために、その水滸伝の中のこの白話の語彙、口語の語彙ですね、でそれをこう抜き出して、なんか辞書みたいなのを作ってるっていうのがあるんですね、当時の日本人がね。でそういうようなものもあるし、それから、
やがてこう明治以降、もう水滸伝の翻訳って非常にたくさん出てるんですけれど、それからあの江戸時代 の、 そのさっき申しましたその水滸伝の影響を受けた、作品で、それから、明治以後の水滸伝の翻訳等々ですね、とにもかくにも、この日本における水滸伝に関してもう徹底的に、調べられたあのこの5本があります。まあ、これを見るとあの非常によくわかるわけです。で、ついでながらなんですけど、この明治時代に出た水滸伝の翻訳っていうのがいくつか上がってますけど、この中にもですね、実は今まで何度か名前が出てるかと思いますが、その久保天水久保天水先生の、これは何だっけ、新訳水滸全伝というやつなんですけど、水滸伝の翻訳っていうのがあるっていうのは出てますね。この、久保天水先生はここの、台北帝国大学の、中国文学 の、 初代の先生だった方で、その久保天水先生もこの水滸伝の翻訳というのを、出しておられるという、そんな因縁もありますね。それから、さらにこう日本の戦後の翻訳、これは全訳とか、小訳とか、一部分訳とかいろいろあるわけですけれど、そこら辺も、全部これ収めていて、大変、今回の授業はもう全部この高島先生に教わってるようなもんでですね、いい本だと思います。台湾で今までも何でしたっけね、経典よしの話をした時に鈴木先生のご本とか、中央研究院にあったり、あるいは台湾大学の図書館に非常に揃ってるんですけど、残念ながらこの水滸伝と日本人は中央研究院にも台湾大学の図書館にもなくて、この間日本から持ってきたんですが、これはあってもいい本かもしれませんね。じゃあお回しください。さて、それで少しそうですね、ちょっと時間、ちょうど時間になってしまいましたので、少しこう後半の時間、このテキストを読む作業もやるんですけれど、ちょっと話は前後しますが、この日本に来てこの水滸伝がですね、大変流行するわけですけれど、これが、どういうところで水滸伝が流行るのかっていうと、いろいろな多分なんていうかこう メディアといいますかね、流行り方があったと思うんですけど、その一つはですね、絵なんですね。浮世絵ね、浮世絵というものの中にこの水滸伝がものすごく描かれるというのがあって、でこれはなんていうか、今実はインターネットなんかを見るとこの浮世絵なんて簡単に出てくるので、ちょっと次の時間の最初に、そのいくつかこう水滸伝の絵をですね、こう皆さんにお目にかけて、それからこうテキストを見てみるという、そういうふうにやってみようと思います。それじゃ あの一応前半の授業はここまでということでします。ちょっとお休みしましょう。どうもありがとうございました。多分この日本における水滸伝の需要ということは、いろいろな人がいろいろやってるわけですけれども、いわゆる馬琴という人がいますね。曲亭馬琴、これは今日最後にお話しするその八犬伝 の、 作者ですけど、この馬琴もですね、これは新編、つまり新編水滸画伝という、
いうその水滸伝のまあ翻訳をまあ出しています。これはあの実は馬琴が全部やったわけではなくて、まあ、彼はその最初の10回ぐらいしかやってなくて、途中で中断してですね、後の方はまあ別の人がつなげたと。つなげたっていうのは実は岡島寛山の役をそのまま持ってきたというインチキなものらしいんですけれども、まあ、とにかくその馬琴が、この新編水滸画伝というのをやって、この画伝というわけですけど、実はこの挿絵絵を描いてるのが北斎ですね。葛飾北斎、まあ、北斎は日本の、まあ、浮世絵というかその版画の作者として、まあ、江戸時代のもう後半になりますけどね、ものすごい有名な人ですよね。赤い富士山とかね、何ですか、波裏というものすごい波の中を船が進んでいくような絵ありますよね。ああいうものをやった人で、そのですからこう馬琴が翻訳をして、北斎が絵を描いてなんていうのは、まあ、当時としてはだから最高の、まあ、スタッフといいますかね、その人がこうやってると、これは水滸伝をやってるというわけです。で、これ実は、その Google で、今その新編水滸画伝っていうので、まあ、検索をするとこういうのが出るんですけれど、これ早稲田大学のね、日本の早稲田、早稲田大学の図書館で、こういうやっぱり早稲田大学の図書館で、まあ、こういう一種のデジタルライブラリーを作っていて、でこれはですからその全文インターネットで見られるんですね。ですからこの新編水滸画伝のこのところを見ていただくと、これを、ですね、この画像をクリックっていうところをこうクリックするんですね。でそうすると一冊ごとにこれ全部出てくる。だからこれインターネットで読めちゃう。でこの1っていうところをこう見ますとですね、最初の方にはこういうような形で、個々の人物の絵というのが出てきて、そしてまあ、話が始まるわけですね。例えばこれなんかすごい派手な図柄ですけど、福間伝からパーンってこう、108の転校生知殺生が出たっていうところですね。なんかこう妙に北斎の絵はこうリアリズムですから、なんかそういうような感じで、しかも色付きですね、これなんかはね、そういう絵であります。まあ大体こんなような感じで、まあこれは北斎の絵ということで、まあ、馬琴の文章北斎の絵という、まあ、そういうものすごいこれはですから、これはあれですね、ロチシン、それで最初に、かわいそうなその歌い目の女の子を助けるわけでしょ。でこれで、そのなんだっけ、てとこっていうのをぶん殴っちゃって殺しちゃって、彼もそのルオツァをするわけですよね。でそんなのはまあこれは日本の絵ですけど、まあなんて言うんでしょうね、一生懸命中国風に、やっぱり描こうとこう努力してる跡がよくわかるわけですね。まあ、日本人はまあ本来ね畳の上で暮らしてるわけですけど、ここはちゃんとテーブルでそれでなんか鳥かなんか鳥か豚か分かんないけどちゃんとこう丸焼きみたいのを並べてね、ちゃんと中華料理らしく、してるわけでしょうね、これはね。まあそんな感じで、あります。それで、あと、まあ、特に、この「三国志」とか「水滸伝」とか、まあ、浮世絵として、まあ、よく出てくるのが国芳という人なんですね。
宇田川、これはまあ、国吉という人の版画で、浮世絵で、これはそれでまあ今これ消してしまいますけど、このいろいろな本で、確かにこの早稲田大学の、このライブラリーで、こう検索できて、全部見られるっていうものが結構あると思いますので、使ってご覧になるといいと思います。これカラーだもんね、一応ね。これね、贅沢ですよね、なかなか。それから、まずはそのこれ、国吉ですね。それでこれが、国吉のその浮世絵なんですけど、これは分かります？虎だからね。これが武将なんだね。で、武将の虎退治で、なんかこの赤鬼みたいな感じの人がこう武将ということに、まあ、なるわけですね。で、これはまあだから今の我々とか、あるいはまあ皆さんがご覧になって、どういう印象を持たれるかは微妙というかいろいろあると思うけど、江戸時代の終わり頃の人、まあ、この国吉がこれを描き、それでそれをまあ喜んで買った人たちはですね、やっぱりこういうこの武将はこうかっこいいんだね。すごいかっこいいです、これがね。でしょ、やっぱりそこを理解しないとなんか変だなってんで終わってしまうので、やっぱりこういうのがかっこいいわけですね。それからまあ、これもいっぱいたくさん出てきますけど、これが武将でしょ。でそれから、こういうのも、これなた光獣、ハッピーなた、光獣、こんなような馬に乗ってますね。でそれから、これは誰だ、あ、これが林中ですね。林中、表紙と林中で、結局こういうこれが108人大体全部こうあるわけですよね。だから江戸時代の人はこういうものを見て、だからこう例えば林中だったらね、もう表紙と林中、花押しょう、露地神とかね、まあ、そのあだ名みたいなのがついてるわけでしょ、みんなね。でそれも全部、多分知ってたというか覚えてたぐらいに、水滸伝の話は、ものすごい流行ったということなんでしょうね。これが国吉で、林中、もうちょっと見てみましょうか。これは何だ、長生、で、まあ、公文竜なんかの場合がそうだろうと思うけど、これみんな入れ墨なんだね。でこれやっぱり江戸時代のこういうのが好きな人っていうのはもう入れ墨がなんというかかっこいいっていうかね、すごいという話になってるわけだね。まあ、今もね、なんか結構入れ墨して歩いてる人いるけどね、入れ墨っていうかあれシールですかね、なんかよく分かりませんけど、まあ流行ってはいますが、江戸時代の日本のこういう、まあ、ものが好きな人っていうのはみんなこの入れ墨がかっこいいという、まあ、そういうあれなんだね。これは誰、紀中という人ですね。あ、李中という人ですね。こんなんいろいろ出てます。蛇鼓書、短命次郎、元正吾、これ彼は泳ぎが得意でしょ。ちょっと出てこない、だいぶ時間が、なんか多分これ鯉が泳いでるか水の中なんだね、これね。あららら、止まってしまったね。まあいいや。それで次にですね、まあちょっとついでなので、この同じくように国吉の三国志もあるんだね、これね。これがそのわかる、タオユアン自衛医だね、桃園の決議でね、桃の花が後ろに咲いてるわけですね。でその絵です。
でこれなんかはだからあのさっきのあの水滸伝あの国吉のその水滸伝の絵とかっていうのはあの本の挿絵とかじゃなくて要するにこれが独立して売ってたわけだね。もうそれ今のなんか、スターのブロマイドそんなものを今買わないか、スターの写真とかなんとかと同じような感じなんだと思うんですね。でみんなこれを喜んで買ったということだと思います。それから何ですか、これは董卓ですわね。董卓はものすごい太ってたんでしょ、だからこれが董卓。これは何でしょうね、こう孔侑を救う、呂布、これは関羽のその千里短期を走るっていうやつだね。これは諸葛孔明を訪ねる場面という、三国志の話雪降ってたっけ、なんか雪景色だねこれね、あれっていう、まあ、ちょっとそういうあれそうだっけ、なんかちょっと僕もなんか一瞬あれって感じだけどね、あの孔明た、あ孔明じゃないや、あの劉備たちが諸葛孔明をそのね3回訪ねる場面だね。雪降ってますねこれ、そんとかねこれね、まあちょっとそういうところもあるでしょうね。あこれは歌謡道ですね。早々その関羽があのなんか手術をするのに碁を打ってという、まあ、そういう場面で、こういうのが、まあ、だから日本の江戸時代に、かなり、まあ、流行ったということなんでしょうね。ですからあの、まあ、今我々大概なんかこう文学史とかっていうことを問題にするときに、まあ、例えばその水滸伝から八犬伝へとかね、水滸伝から新編、まあ、この水滸画伝とかってなんかこう本の世界とか作品の世界だけで考えるんだけど、実はあの日本の江戸時代にこういう物語とか本の世界だけではなくて、こういうそのまあ何ていうか、絵の世界とかね、まあ、こういうようなものでも水滸伝の話とか三国演義の話とかっていうのはずっと伝わっていたという、まあ、そういうことなんだね。だから結構裾野が広いわけです、実はね、ということだと思います。はい。それで、じゃあ少し、時間を使ってでですね、まああんまり全部はもうちょっと時間の関係もありますので、全部は読めないかもしれないけど、その岡島寛山のいわゆる通俗というやつですね、まあ、これは翻訳ですけど、見てみたいというふうに思います。それで、一方でこう資料としていわゆる洋々堂本のねその忠義水滸伝、これをお配りしてありますので、まあ、ちょっとこう対照しながら、ご覧いただくといいかなと思います。で、まあ、いきなりなんですが、まずはその通俗忠義水滸伝牧野一というところから始まりますよね。で、朝天子、駅令を騎乗すというふうに、まあ、なっているわけですが、これはもちろん洋々堂本の水滸伝の第1回、これは、まあ、朝天子駅令を騎乗すという、まあ、それを、まあ、取っているわけですね。で、ところがまず一番最初見て分かると思うんですけど、洋々堂本この原作は死にいわくとして、死ゆえとしてですね、まず最初に死が出てくるんだね、これはね。でなんかちょっと難しそうな詩が出てくるわけだけど、もうそういうのはいきなりカットですねこれはね。ですから、この後でいろいろまた出てきますけど、まあ、なんか日本の翻訳だいたいこういう韻文とか詩とかね、こういうその難しそうなところになるとそこは訳さないっていうカットしてしまうという、まあ、そういうような傾向がありますね。で、だから本来だったらこう死に曰くとして一番最初に死があって、そこから、
法師王という法師王大尊連尊天子在位というふうにこう始まっていくわけですけど、まあ、これはもうその詩を抜かしてで、ここに大宗神宗皇帝在位、嘉佑3年3月3日五光三天と、まあ、この辺はだいたいこう原文通りですよね。で、天子驾座紫前殿受百官朝賦、ここが、まあ、紫宸殿に出業あり、百官の朝賀を受けたもうと、まあ、いうふうにこうなってるわけです。それでその後が、これまた原文は単字円とこう書いてあってこうまた陰文になってますね。祥雲弥奉古類地赵隆楼というふうに要するにその朝廷で、皇帝が出てきてその朝会をやる様子 の、 非常にまあ美しい、描写がこう出てるわけですよね。これは陰文にまあなってます。でこう次のページまでこうだいたい4行ぐらいねこの陰文になってるわけですね。でところがここは、百官の出業あり百官の朝賀を受けたもうと。でその次に、誠に凛々しき御子となりってこう書いてあるけどこの誠に凛々しき御子となりっていうのはだからこれ原文にないんだね。で要するにこの詩の内容が、この陰文の内容をまあ簡単に要約して誠に素晴らしいとこう一言で済ましてしまったという、まあ、そういうようなだから何て言いますかね、この通俗というふうに言って、まあ、一応翻訳ではあると思うんだけれども決してその、全てのつまり中国語の原文の、全ての文句を、全てこう正確に翻訳して、いるというわけではないということなんだね。だからこうなんか難しいところは省略してしまうし、あるいはそのやっぱり面倒くさそうなところはこう簡単にこう要約をして、通り過ぎちゃうという、まあ、そんなような傾向があると思います。まあ、もちろん多分ここで、その陰文の部分をね漢文訓読して載せてもいいとは思うんですけど、どうなんだろうね。ひょっとすると、読んでる人が何というか飽きちゃうというか、そういうこともあるかもしれないのでとにかくお話としてどんどん先へ進むように、こういうふうに、やったのかもしれませんね。これはまあよく考えればそういうことだと思います。で、誠に凛々しき御子となりと。ですでに天道館百官に向かって、交渉に呼ばって曰くと、ことあらば早く列を入れて、総門あるべし、ことなくんば蓮を巻いて速やかに退出あるべしと。でこのあたりはまあちょっと僕は後で、反省したのはこの最初の水滸伝のこの書き出しの部分っていうのは今我々がこう読んでもちょっとこう硬いというかねちょっと文言っぽいとこですねこれね。だから本当はなんか、武将が虎をぶん殴るとかそういうところで、出てくるその白話の語彙をどう処理してるかっていうのを、見た方が面白かったかもしれないんでまあそれはちょっと申し訳ありません。皆さん自分で研究してみてください。で今のところはですから「丹陽天東安風だお」と交渉に呼ばって曰くというね、まあ、この辺だから「風だお」大きな声で怒鳴って言うっていうようなところを「交渉に呼ばって曰く」という、まあ、この辺はまあちょっと、確かに翻訳といえば翻訳ですよね。で「ことあらば」早く列を入れ総門あるべしと、よし中盤座を奏うし一案理縁といちゃおとね、ことなくんば蓮を巻いて速やかに退出あるべしと。で時に、最小長鉄、三世文言博、二人等しく列を入れ、今都に駅礼盛んに流行り、軍民を称尊すること
その数を知らず、不死願わくは陛下罪を許し、恩を披露し、刑を省き、税を薄くして、このしてですよね、これね、持って天災を払い、軍民の危急を救わせたまわば、何の福か、何の幸いか、これにしかんやと、と、まあ、そういうふうに、言っていて、まあ、これはあの、大体そこ の, あの原文にほぼ従ってですね、無鎮鎮死瘟疫尚心、民不了尚、山村尊民多矣、不安陛下死罪宽縁、尚心保税、已然天災、救济万民、というような、まあ、ところで、まあ、多少何の幸いかこれしかんやなんていうのはどうも原文にはないんで、多少こう加えてる部分もあると思いますけど、基本的には、この原文にほぼ従った、まあ、翻訳ということに、まあ、なってるわけですね。で、そして、まあ、結局その後で、まあ、こうやっていろいろ恩赦を行ったりいろいろやったけれども、まだこの疫霊が止まないと。でそこで龍虎山というところの長信人に頼んで、こう羅天大将という、まあ、大きなお祭りをお願いをして、そして疫霊を防ぐことにしようと。でそのためにこの皇太皇信ですね、という人を、まあ、派遣することにしようという、まあ、そういう物語に、まあ、なっているわけで、まあ、そこのところはこの原文とほぼそのままということになってます。ですから、まあ、一応その通俗っていう形のものではあるんだけど、これは大体その漢文書き下し体ですね、今までこう見てきたね、その漢文書き下しの文章をまあ、そのままこうやっているという、まあ、そういうもんだと思います。で、だからまあ逆に言うと、これ全部振り仮名を振ってあるし、日本の読者はね、まあ、もちろん漢字が多いんで、これは結構それは漢字の意味がちゃんと分かってないといけませんけれども、これを読めばまあ、それこそ中国語を知らなくても、あるいは漢文の返り点やなんかのあれを知らなくても、ざっと読んで意味がわかるというね、まあ、それがその通俗ということだということなんですね。さて、でこんなようなものが、出て、まあ、大変日本で流行った。でそれ以後とにかくなんとか水滸伝、水滸伝というのがものすごく流行るわけですね。で、これは中央武部綾足という人が、早速まずは本朝水滸伝、これが1773年、岡島寛山が、通俗忠義水滸伝、まあ、これを翻訳するんですけれども、実はその岡島寛山が、まあ、翻訳をして、彼が生きていた頃、つまりその岡島寛山の生前にはこの忠義水滸伝の翻訳っていうのは出版されなかったんですね。で彼が亡くなった後で、だいたい1750年代ぐらいになって、この通俗忠義水滸伝がまあ出るわけなんです。でそうするとその通俗忠義水滸伝が、1750年代ぐらいに、出版されて、その後ですから約20年後に、この本朝水滸伝なんていうのがこう出ると。つまり、1700年代ですね、18世紀の半ばぐらいに、この水滸伝の翻訳が、
出版されて、だから書いてたのはもっと前だと思うんですけど、出版されて、そしてその後、こういうなんとか水滸伝というのが山のように出てくるということになります。で、この本朝水滸伝という話も、まあ、本朝って言ってますからね、これはもう完全に日本が舞台で、奈良時代の歴史物語なんですね、日本のね。で、これもですね、やっぱり最初に、やっぱりその100人かなんかの人物がこう出てきて、それでそれが、各地へ散っていくということで物語が始まると。だからその一番最初の部分はその水滸伝の、福間伝の話を、まあ、使っているということなんですね。あとはまあもう名前だけぐらいでいいと思いますけど、日本水滸伝とかね、これが1777年、それから1783女水滸伝、女の人が主人公になっているという女水滸伝、1783、それから、いろは水滸伝、その水滸伝、ちょっと字が違うんだねこれね。でもこれは日本語で読めば水滸伝なんですね。日本に何ですかね、居酒屋っていうのあるでしょ、チューチューっていうね、お酒飲ませるお店ね。で、なんか確かチェーン店だったかと思いますけど、水滸伝っていう名前の居酒屋があるんだね。で、その水滸伝は確かその水滸伝っていう名前の飲み屋さんで、まあ酔っ払って虎になるというね、まあ、そういう話なんですけど、これもやっぱりね、まあ、ある意味ではもともとの首里風チュアンの、まあ、ある意味ではパロディーだからね。つまりそれだけ日本で、まあ、今でもやっぱりその水滸伝といえば、もちろんその最初から最後まできちっと読んだことがある人っていうのはそんなにいないかもしれないけど、まあ、水滸伝といえばどんな話かぐらいはみんな知っていて、まあ、なるがゆえに、だからこそこういうお店の名前にもこうなるんでしょうね。やっぱり誰も知らないようなことをね、お店の名前にしても何のこっちゃいっていうことになるので、全然わかんないから、やっぱりそれはこういうことでしょうね。1794、それから、これは三島教伝ですね。江戸時代の、文学で割と有名な人で、三島教伝が、中心水滸伝、まあ、他にもこれが1801年というぐらいで、まあ話はもう全然そのいわゆる本当の中国の水滸伝とは、およそ関係のないような話ばっかりなんですけれども、まあ、これだけ、こういう、まあ、なんて言うんでしょうね、偽物といったら日本文学を研究してる人に怒られるかもしれませんけど、水滸伝みたいな話という題名で、いっぱい本が出たということは、まあ、要するにそれだけみんな水滸伝って言えばこう喜んで買ったという、あるいはまあだから売る方としてはね、水滸伝って名前をつければなんか売れんじゃないかという、まあ、そういう期待があったという、まあ、そういうことなんでしょうね、これはね。それだけまあ流行ったというお話です。さて、そうやってやってる中で、そのさっきの馬琴の、新編水滸画伝、まあ、要するに、馬琴が、まあ、一応翻訳を始めたという、その水滸伝が出るわけですけど、その、まあ、ですから、その曲亭馬琴という人ですね、馬琴は水滸伝だけじゃなくて、
やっぱりその日本中国の小説であるとかお芝居であるとか、そういうのを、だいぶ一生懸命読んで、そしてそれをまあいわば元にしたお話をいっぱい書いている人ですね。で、この馬琴といえば一番彼はですからさっき書きましたように要するに新編水滸画伝というのを、作って、水滸伝の話は非常によく知ってたわけですね。でその馬琴が、南宋里見八犬伝という三刀里見八犬伝という、そういうお話を書きます。でこれも、ものすごい長編で、これは最初、1814年という年にこう出るわけですけど、最後に完結したのが、1842年のことですから、ほとんど30年ぐらいかかってこれ書いてたということだね。やっぱりその間ずっとこう何て言いますか、書き続けていた、根性みたいなものだけでもすごいんですけれど、そういう長編小説です。で、これは南宋里見という南宋っていうのは今の千葉県ですね、成田空港があるのは千葉県ですけど、そこの房総半島のところが南宋で、そこに里見という名前の大名がいたと、室町時代、戦国時代ぐらいの話なんですけれども、そこで南宋の里見家というのが一つの舞台というか、題材になっているわけですね。でこれは、八犬伝というお話、書名になっているように、大体全てが、なんかこの犬に関するお話ということなんですね。で、この里見家に、お姫様が、いたと。でこれは伏施姫っていうんだね。でその里見の大名は、その周りの大名とこう戦争をしてるわけですね。でその敵の非常に苦戦する、自分の城を攻められちゃって、苦戦するわけです。でその時に、八つ房というね、これは犬です、本当の犬なんですけど、その八つ房というその里見家で飼ってたその犬にですね、このお殿様が冗談でというか、切羽詰まってというかなかなかあれなんですが、そのこのお前がそのもし敵の大将のこう首を取ってきたらですね、わしの娘を、この伏施姫をお嫁にやろうと言うんですね、こう犬にね。でそしたら、その犬が、本当にその敵の大将の、首を取ってこう加えて戻ってくるわけです。でその殿様は困っちゃうわけですね。で冗談で言ったのに言ってんだけど、やっぱりそのお姫様は、やっぱり一度言ったことは、その守らないわけにはいきませんということで、この犬とこの伏施姫と二人でですね、こう山にこもって、暮らすようにこうなるわけなんですね。富山という山に、こもって暮らすようになるわけなんですが、そうこうしているうちに、なんというかお姫様は犬と暮らしてるわけですけど、さすがに何というかな、奥さんになったとは言っても、この伏施姫は何て言うんでしょうね、身の純潔は守ってるわけですね。つまりそのね、それで、ある時それを人に疑われて、それでこの伏施姫が、その自殺するんですね。で切腹をして自殺をします。でそうするとその伏施姫の体の中から、8つの玉がこう飛び散ると。でこう全国各地へこう飛び散っていくという、それが実はこの八犬伝の始まりなんですね。でこれはその8つの玉というのが、
これはまあちょっと、水滸伝に比べてこの八犬伝の方がなんか理屈っぽいとかなんとか言われますけど、仁義礼智、仁義礼智、忠臣皇帝という仁義礼智忠臣皇帝というその文字が一つずつ書かれたその八つの玉がその伏姫の体の中から飛び散っていくと、これが物語の発端で、それでそれぞれのまあいわば玉を持ったのがこの八犬士なんですね。まあ水滸伝は108人いるわけですけど、まあ八犬伝はまあその8人とだいぶこう人数が少なくなってるんですがね。で、そのそれぞれの人が、これが例えば、犬塚信乃といったり、犬飼源八といったり、みんなこのお名前に犬という字が入ってる8人なんですね、これはね。でそのいうことであります。それでここで考えてみると、つまりその伏姫の体から、その8つの玉が飛び散って、でそれが8人の剣士になると。それでこれがまあやっぱりちょうど水滸伝と同じように、いろいろ紆余曲折を経て全部またこの里見家に集まって、まあ忠誠を尽くすという、まあ、そういう物語なわけなんですけど、だからそこら辺は、その水滸伝と全く同じですよね。水滸伝の構造と、まあ、非常によく似てるわけです。それで馬琴という人はやっぱり非常に凝り性というか、やっぱり凝ってるんですね。この伏姫、伏姫、この姫はまあいいんですけど、この字ね、こう見るとここに犬という字が入ってますでしょ。だからこうだいたい全部これ犬というね字に関係する、やつなんですね。でこれをなんか八犬士を導くお坊さんがいるんだけど、中大和尚って言うんだね。これはまあ中と読むらしいんですけど、中大和尚で、この中大和尚もこの大という字にこれ点だからね、大に点をつければ犬でしょ。だからそういうふうにこう全部その名前名遷自称というふうにこう言ってますけど、こう名前にこう全てこう因縁があるんだという話だよね。でそしてまず何よりも、まあ、伏姫というのはもちろんその犬という字が入ってるから伏姫なんだけど、これは多分福間伝のね、水滸伝の一番最初のその風毛ティエン、その風毛ティエンのその風という字を多分使って、これを思い起こさせるように多分できてるんだと思うんだよね。だからそこら辺はこういうところはものすごく凝って細かくよくできてるわけなんですけど、こういうような物語だと思います。ですからその水滸伝の物語をまあ何て言いますか、今までのそういうなんとか水滸伝っていうのはまあほとんど、まあ、名前だけ借りたっていうようなのがね近いところだったと思うんですけど、やっぱりこの馬琴になって、この八犬伝の物語っていうのはいろいろな意味で、まあ、水滸伝っていう小説がもし本当に存在しなかったとしたら、あるいはその馬琴が、水滸伝っていうのを本当に細かく読んでなかったとしたら、まあ、絶対にと言っていいくらいにできなかった作品であることは間違いないと思うんだね。ですからやっぱりこうまず最初は、その水滸伝っていうものをそのまま翻訳なんかで読むというところから始まって、そして、そこから今度はその水滸伝というものがものすごく流行って、
それからその水光殿なんとかというシリーあのお話がいっぱい出て、そしてやっぱりそれからさらにこう本当に水光殿を、きちんとこう理解した上でその枠組みをきちっと使ってこうできたっていうのが、まあ、八犬伝ということになるんだろうと思います。で、まあ、あの実際本当の水光殿と、この八犬伝と比べてみて、どっちが面白いかとかですね、まあ、そういう議論はいろいろあって、あのこの高島先生のこのご本の中でもあのいろいろこう書いてありますけれども、なんか水光殿じゃなくてあの八犬伝の方はなんか暗いんじゃないかとかね、あの水光殿の方はなかなかこうカラッとした明るい物語であるのに対して、なんか八犬伝の方はなんかもうちょっと陰湿というかね、こう暗い。でもこれはやっぱり多分日本と中国の違いかもしれないんですけど、あの、まあ、そういう違いはまああるということだろうと思いますけど、まあ、とにもかくにもですね、あの八犬伝というのは、まあ、ある意味こう日本における水光殿の、まあ、需要の、まあ、一つの、まあ、ピークといったらいいんでしょうね、まあ、そういうようなものを示す作品には違いない、いうことだろうと思います。八犬伝もまあ今でも日本では時々あのなんか人形劇になったりなんかしてね、あの割とやっぱり人気のある作品ではあるんですよね。あの未だにあのなんていうか忘れられない作品であることは間違いないというふうに思います。それではですね、あの一応まあ今日のところはここまでということにしたいと思いますが、あの前にもお話ししましたように大変申し訳ないんですけど、あの、私たちの正月は1月1日のもんですから、来週はちょっとあのお休みをいただいて、ということにしたいと思います。それで、休みが終わったらあの年が明けたらまた帰ってまいりますので、今度1月の7日でしょうか、1月の7日の日はあのまた授業をやります。それで、今度中国の、反響雑記というバンチャオザーチーという、ね、あの本の、まあ、日本への影響というようなことを考えて、それからまあ、実際授業をやるのは最後になってしまいますので、あの少し良妻詩良妻詩意 の、 あの日本の文学との関係というようなこともあの合わせて考えてみたいというふうに思ってます。それじゃあ一応今日はそこまでで、今日はですねクリスマスですので、あのションタンチエクワイルということで、あの授業を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあまた来週というか次回お目にかかりましょう。